ジャンド・バロア、または、ジャンド・フランスは、フランス王・シャルル6世と、王妃・イザボード・バビエールの息子、4男であり、かつ4人目の王大使となった。初めてウレーヌ公、後に、ベリー公などに譲された。姉に、イングランド王・リチャード2世及び、オルレアン公、シャルルの日、イザベル、ブルターニュ公ジャンゴ世妃、ジャンヌ、ブルゴーニュ公フィリップ3世妃、ミシェル、妹に、 イングランド王ヘンリー五世妃カトリーヌ、兄に、ギュイエンヌ公、ルイ、弟に、フランス王シャルル七世がいる。ブルゴーニュコージャン一世の命で、ネーデルラントの諸白寮の相続人となるジャクリーヌド、エノート1406年に婚約し、ギフでありしモバイエルンシュトラウビンク公を及び、エノーハク、ホラントハク、ゼーラントハクビルヘルム二世の下、ルケスノワで育った。 これはジャンを当時混乱していたフランス宮廷から遠ざけるとともに、ビルヘルム二世が死去するとジャンがジャクリーヌの夫として統治するであろう、領地をあらかじめ教えようとするためであった。1415年にジャンはジャクリーヌと正式に結婚したが、同年に兄である王太子類が創生したため、ジャンは新たに王太子となった。それから1年数ヶ月後に、自身も18歳で死去し、 コンピエーニュに埋葬されたが、死因は確かではなく、頭の農用とも、毒殺とも言われる。弟シャルルが五人目の王太子となり、後にシャルル七世として即位した。ありがとうございます。